こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。よろしくお願いします。ってなわけで、問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。まあ、文章をごちゃごちゃ書いてありますが、要するに1930年代の日本を選んでください。文章を読んで正解に行ってもいいんですが、やはりここはイメージを覚えておきましょう。 1930年代から1945年1945までの日本は戦争の時期でした。だから窮屈なイメージを持ちましょう。もちろん仮説も窮屈なものから来ています。で、選択肢を見ると正しいのは赤いのどちらかです。当然窮屈なイメージはイなので、まずはイを選びましょう。で、もう一つはウカイのどちらかですよ。ここは逆に考えてもいいかもしれません。 窮屈な選択肢が正解ということは、窮屈じゃない選択肢は不正解です。うは明らかに緩いんで、これは選んじゃいけません。ってことで、絵が正しいので正解は家の4番でした。てなわけで、今回は以上です最後まで聞いてくれてありがとうございました。